中華民国立法院第8回中華民国立法委員選挙は中華民国の立法府である中華民国立法院を構成する立法委員を選出するため2012年1月14日に行われた選挙である。なお中華民国の元首である中華民国総統を選出するために行われる総統選挙も同時に実施され史上初の立法院選挙と 総統選挙のダブル選挙となった。立法委員の任期4年が満了したことに伴って実施される選挙である。立法委員の委員定数は113名でこのうち、選挙区と比例代表及び海外家協のほか、現住民をそれぞれ選出する仕組みとなっている。比例代表の有権者数は1809万295人。 選挙区候補の有権者数は1762万5632人、平地原住民候補の有権者数は17万1548人、山地原住民候補の有権者数は18万3398人となっている。12月16日に中央選挙委員会が立候補者の資格審査を行い、比例代表及び海外化共枠において、 届け出をした11政党127人が規定を満たした。また選挙区と現住民選挙では届け出をした285名のうち283名が規定を満たした。比例代表において登録が認可された政党は以下の通りである。バヒデヒサ総統の与党である国民党は64議席を獲得、現有議席を減らしたが過半数は維持した。一方の野党、 民進党は40議席で、小幅の伸びに止まった。現有議席がなかった、新民党と台湾団結連盟は共に3議席を獲得した。立法委員選挙当選者地域分布図。イコール国民党、イコール民進党、イコール無党団、イコール無党席中国国民党民主進歩党、新民党台湾団結連盟無党団結連盟、無所属補欠選挙繰り上げ当選。 ありがとうございます。